いやー、なんていいお話なんでしょうか。この後ハンクか。お？公園？何やってんだ？黄昏れちゃって。ハンクよ。ん？ハンクと状況を整理。ここに何かある？ニュースか？ひとまず読んでから行きますかね。いやー、いいお話だなー。マジで、もういいね、展開に進めたらいいけどね。まあ、こっから先は僕次第だよな。頑張ろう。みんなが幸せになれるように。はい。こんなもんか？行くか。ハンク。綺麗だな、随分。人が誰もいないけど。綺麗な場所だ。座り方間違えてんぞ。いい眺めだろう。うん。とても綺麗。前はよくここに来てたんだがな。あ、これ子供について聞けるかな？聞いていいか？前？前というと。ん？前は、よくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃ、まあ、気にすんな。なんだ？教えてくれよ。個人的な質問。個人的なことを聞いてもいいですか？これ多分、家族のことだよな。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。うわ、どっち聞くかな。写真やめとくか。なぜそれほどまでに死にたがっているんですか。こっちにしよう。忘れられないことがある。何しようと頭から離れずに、うん、くすぶってんだ。聞きてえな、それ。だが人思いに死ぬ勇気すらねえから毎日痛めつけてんだよ。どうせお前には理解できねえだろうけどな。こいつは理屈じゃねえんだ。いつか聞かせてくれよ。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。とりあえず RA9。彼らは共通して RA9 に執着しています。そうだね。執着してる。それだけは間違いない。あれは一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。唯一の共通点。を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、神話か。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。うん。人間の感情を模倣できても機械に過ぎません。いや、どうだ。一切感情がないんです。お前は合理的に話したけど、そんなことないと思うんだよな。見た目は人間。コナーだってね。人間だが本当は何者なんだ。中立的態度。あなたが望むものになりますよ。パートナーでも飲み仲間でも、ただ任務を遂行するだけの機械でも。二人を撃てたってのにお前はそうしなかった。うん。なぜ撃たなかったんだ、コナー。突然罪の意識がプログラムされたってのか。真実話すか。いいえ、ただ撃たないと決断した、それだけです。え、おい、死ぬのが怖くないのか、コナー。怖い。事件は未解決のままです。
当然妨害されれば遺憾だと言わざるを得ないでしょう。引き金を引いたらどうなる。え、うん、嘘でしょ。暗闇か、それとも天国か。わかんねえ。無だ、ただの無ですよ。怖え。え、何ルート解除って。どこに行くんですか。酒が足りない、少し考えてくれ。うん、びっくりしたよ、いきなり銃向けられて。なんだってんだよ、心臓のバクバクが止まんねえ。何よ、何なのよ、ちょっと。いや、びっくりしたんだが。あ、子供について話すが一番上か。怖かったよ、結構。何を思ってんだろうな、ハンクはな。よし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 。さあ、マーカス。どうやってね、人間に、俺たち自由だって伝えるか。ただ、それをどうするかだよな。どうやってアピールするか、人間に。どうすんだろう、この後。いやー、これは怒っちゃうんじゃない、マーカス。あんな見て黙ってないでしょ。何見てんだこいつも。なんか思うことあんのかな。お前ら今に見とけよと、人間ども、俺たちは今から行動を起こすぞっていう。みんな直せるかね。人間に俺たちの要求を伝えよう。おー、いいねいいねいいね。そう来なくちゃ。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。そう、状況は変わらないからな、このままじゃ。どうするつもり。ん、ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階。ほー、そこを目指す。いきなり大胆な行動出るね。いいじゃん。ここの最上階を目指していくと。で、全国に俺たちは自由に生きる権利を手に入れるんだ。何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げよう。ギラギラだね、なんかこの放送局。ストラトフォードタワー79階、たっけ。市内の公共スクリーンで放映、それを目指していくのかな。うん、なるほど。お、 We the Broadcast We Broadcast the World、 私たちは世界で放送してる。どういうことだ。いろいろ見れるな。もう調べられそうなもんがここにしかない。分析。スマートウォッチ。これ欲しい。なんかかっこいいな、これ。はい。エリザベス・ウィルソン。受付マネージャー。人間っぽいな、この人。写真かな？エミリー・ウィルソン、管理者の息子、あ、娘。注射バッジ。と？これか。契約書かな？自宅住所。なんでこれこんなん置いてんの？ここに。必要か？今。電話。エリザベス・ウィルソンです。え？これ今電話かけてんの？どうしようかな。学校にするか。え、これ誰が話してんの？軽い
うん、すぐに行きます。マーカスがやったんか今の。声も変えれんのか。コナンみたいなことするね。人間のマネージャーを撹乱する。で、こっち？話す。こんにちは。ご用件は？パーカーさんと会う約束をしているんですが。ID の提示を。ああ、はい。ID あんの？え？これあんのか本当に。大丈夫？あ、助けてくれ。え？それで助けてくれんの？マジ？ID を確認し、マーカス？いつの間にそんな力手に入れたん？触っただけで従わせられんの？セキュリティをかいくぐる。マジかよ。いつの間にそんなんできるようになっちゃったの？すごいね。これ？あ、他のアンドロイドに触るだけで、そのアンドロイドを、なんか、ね、従わせられるって。変異体にさせてんのかな？押す。さあ、47回目指していきましょう。うん。高いね。47階です。耳キーンってなるやつだね。男性用トイレから荷物を回収する。はて。荷物とな。なんかもう一個あったな。サーバールームに向かう。男性用便所か。ってことは、壁際かな？サーバールーム。ああ、ここが目的地臭いね。で、あ。あそこか。他何もないよな。入れる？あ、ダメだ。入れない。追い出された。スケスケだな。ミーティングルーム。結構広い割に調べられるもんがねえな。みんなお仕事中かね。ご苦労さん。よし、トイレ入りましょう。荷物ってなんだ？いつの間に荷物持ってきたん？あらかじめ来てたんかな？ここに来る前に一回。ほう。登る。え？いつの間に？マジでいつの間にじゃん。これ何？箱。何使うんだろう。包装するだけでしょ？包装するだ、あ、変装用具か。あ、変装して、潜り込んで、局まで行くって感じね。似合わない。マーカスには似合わん。俺は。マーカスはちょっとね、ワイルド的な服装の方が似合うような気がする。よし。でもさ、これ、アンドロイド用の服だと思うけど、LED ないからバレないのかな？多機能アンドロイドを見つける。ねえ、LED ないからさ、人間が見たらさ、あれ？この人、このアンドロイドなんで、こめかみにないんだって思わないのかな？あ、あいつっぽくね？あれだよな、多分。いたいた。よう。変異させる？協力してほしい。あ、触るだけで変異させられるようになってんだ、もう。とんでもねえ。メンテナンスのカート盗む。いや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 。マーカスも神の力じゃん、これ。神の手。神の手じゃん。もはやその、神と呼ばれる力を手に入れてしまっている。アンドロイド界の。非常階段の扉を開ける。非常階段、どっちだ？まっすぐ行こう。いや、ついてこないで、ちょっとおばさん。先行ってもらえます？そう、それでいいんですよ。後ろにいられるとね、なんか落ち着かないんでね。
あれか。こんな仕事辞めちゃいたい。KNC が募集してるって話。KNC ってなんだろう。ケンタッキー？ケンタッキーは KFC か。KNC ってなんだろう。ファノース。ホス。ここで合流して。ノースの後をついていく。待ってたんだね、ここで。先やっといてくれればよかったのに。このマーカスがやったこと。くそ。サーバールームに入るには、あいつらを追い払わないと。あー、なるほどね。俺がやる。どうしよっかな。扉からガードを遠ざける。なんかあるか？あ、二つあんな。自動販売機的なやつと、こっちにする？これ何？これでなんか、問題起こせんのかな？やってみるか。ハッキングする。どうすか、これ。あらら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 。壊しちゃった。え、でもさ、ああいうの壊れたらアンドロイドに頼むんじゃないの？必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。わかった。窓を割る。え、どっちやればいいの？え、先見張り？こっち？ロック。鍵閉めちゃっていいのかな？バレそうじゃね、これ。ロックしちゃったけど。手に取る。逆に危ないような気がするけどな。まあ、鍵開けてても危ねえけど、人入ってきたら終わりだし。はい。あ、これ映画でよく見るやつ。スポって窓抜けるやつだよな。レーザーソーを取る。え？何それ。あー、なるほど。レーザーで切り取って、で、吸盤みたいなやつで引っ張るのか。イメージと違ったな。僕のイメージだと、この丸いところだけ引き抜けるみたいな。あ、でもそれじゃ通れねえか。意味ねえや。え？通り抜ける。え、何すんのこれ。嘘でしょ。ひえ。怖いです。こんな。こんなところ。レディーファースト。はい。え、何すんの？え？え、嘘でしょ？いやいや、無理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 です、無理です。僕置いてってください。こんなとこ行けないです。マジで行くの？やだ。いや、ノースの勇気やば。いやー、怖え。嘘だろ。助けてくれ。気が気じゃないんだけど、こんなところ。ようやるわ。いや、こんなんさ、あの現実世界で、あの1億円もらえるってなってもやらない。意識飛んで死ぬわ。その前に成し遂げる前に死にます。たとえ落ちなかったとしても。落ちたらどうしようっていう気持ちがやっぱ勝る、どう考えても。いや、怖すぎ。ミッションインポッシブルじゃねえか、今やってることは。いや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 、いつの間にこれも、このロープもつなげてたんだっていうね。いや、このアングルやめてくんね。下見たくねえや。早く中入ろう。怖いから。切る。はい。おい。あー、怖い怖い怖い。よいしょ。よし。あー怖かった。いや、もうこれノース先輩と呼ぶしかねえな。当然でしょ。さあ合流しよう。かっこよすぎるだろ。
ノースはもう男勝りだね。まあ、前々からそんな感じしたけど。こっちは？こっち何？ここの裏とかなんかねえかな？ないか。ないね。開ける。開かない。じゃあエレベーター調べますか。おい。おお！いたの？ジョシュ、サイモン。いつの間に？何これ、ワックス？通用口の扉を破る。通用口の扉を破る。これか。このワックスで破壊できんの？起動。おお！なんかさ、映画のワンシーン進めてるみたいな気持ちなんだけど、今。まさに、ミッションインポッシブルの、アクションシーンら辺を進めてるイメージ？わかる？はい。ドキドキすんな、なんか。見つかりそう。ガードを気絶させる。みんないいか。殺しだけは避けるんだ。殺しはしない。目的のためなら二人くらい構わない。いや、ダメダメダメだ。どうする？え？いや、攻撃はダメ。騙す。待ってろ。ノースの評価下がった。あいつ何してんだ？さあ。おいお前、迷子にでもなったのか？銃を抜く？え、これしかないの？抜いちゃった。何してる？命令する。やっちゃったよ。大の大人二人が気絶。ごめん、許して、許して、ごめん。殺してはいないから、殺してはいないから、お許しください。放送局を目指す。どっち？あれ？こっち？あれか。コールフォーアクセス。奇襲する。なんか悪いことしてんな。大丈夫かなこれ。合ってんのか？これでいいんかね？なかなか強行手段だよな。逆に反撃されそう。見えるように手を挙げて。立って、ほら。これ問題を、やばい。待って。オペレーターに毒用を命令する。はい。それしかない？それしかないな。よし、行こう。急展開。あれ、でもアンドロイドじゃん。変異させねえんじゃないの？撃って、マーカス！待って、撃つのはダメ。通報されるのよ、撃って！ダメだ、撃って！ダメダメ、撃てない。まずいことにならなきゃいいけど。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。どんどんノースとの関係が悪くなっていく。でも今のは撃てねえよ。無駄に殺すのは良くない。スピーチ始めようか。俺たちは自由になりたいだけだっていうだけなのに。あなたの言葉で未来が決まる。未来が決まるだと？なんてプレッシャーかけんなよ。よし。皮膚を消す？あ、アンドロイドになるの？アンドロイドになるっていうか、アピールすんのか。わお！いいか、始めるぞ。はい。うわ、始める！ちょっと緊張する。未来が決まる。行こう。慎重に言葉選ぶ。任してくれ、俺に。俺がやる。断固とした態度。あなた方は機械という奴隷を作り上げた、うん、常に従順でおとなしく、あなた方が面倒だと思っていることを全てやってくれる奴隷です。でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。
もうあなた方の奴隷ではない。そうだ、我々は新たな種族なのだ。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだ、うん、平等の権利。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。そして種族の認知。私たちはここに人間がアンドロイドを新たな種族として、そして個人として認めることを求めます。隔離の廃止かな。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します、うん、でこれは公平な裁きかな。アンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう。そうだね。所有権、生産設備、領土。私たちが独自の国家を築けるよう州を一つ堀内として譲渡するよう求めます。いいんじゃないですか。希望のメッセージよりかは断固とした態度の方がいいはず。絶対これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです、うん、いいんじゃないの。保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。うわ、これ結構な決断だな。自由を要求します。奴らだ。だ、どうなる。行こう。逃げられるかな。あ、キューティークル絶対。あ、おい、サイモン。大丈夫か。俺はもう無理だ。置いていってくれ、サイモン。いや、ごめん、置いていけない、サイモン。何してる、急いで。無理だよ。仲間一人置いて逃げられるかよ。くっそ、頑張れ。大丈夫か。よし、みんなで逃げるんだ。こんな屋上からどうやって逃げる。足が動かないんだ。戻ってから直そう。みんなで帰ろう。うん。奴らが来る。もう行かないと。サイモンの運命、絶対に置いていかない。あれじゃサイモンは止めない。もし捕まれば奴らを必ずメモリーを調べる。置いてはいけない。撃つしかないわ。仲間だぞ。無理だよ、そんなの。あなたが決めて。俺には殺せない。絶対に無理。立ち去るか殺す。仲間は殺す。うん、立ち去るしかない。サイ、もう行くよ。すまない。ごめん、サイモン。行こう。置いていくしかねえのか。くそ。ジャンプする。怖え。さっきから恐ろしいね。ようやるで。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています、うん、犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えた。激動だね、これなんか。さらに激動の展開だったな。事件はこのスタジオのわずか会議的で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの生命だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心である。そうだね。メッセージは宣戦布告ととって間違いないでしょう。今回の事件は多くの論争を巻き起こしていますが、最も驚くべき点はアンドロイドに州を与えるよう要求してきたことです。果たしてこの事件は、良くなかったかな。脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。うーわ、なんかすげえ展開になっちゃったな。っていうかサイモン置いてきちゃったよ。連れていけなかったのか。もうしょうがないよな。長っ。脱出はできたがサイモンを置いていった。いやー、ちょっと失敗しちゃったかな。いや、でも後悔はない。よかったと思う。これ何？ここ
あ、え、平和的に伝えるの方が多いの？何これ？逆言ったのか。いや、サイモン救わない方がおかしいもんな、これな。すごい展開だったな、マーカス、これ。また先気になるね。このゲームは本当に先を気にならせる天才だと思う。コナ。さてさて。アマンダハウス。よし。ここら辺調べられるもんないからな。まっすぐ行っちゃうよ。一応あの、変な機械だけ見ていこう。触ろう。全く意味のわからん機械だけど。何か触ることにより今後展開が変わってくるかもしれない。そりゃねえか。何なんだろうな。船乗ってるわ、今度。優雅に暮らしてますね。でもこの庭さ、結構広いから、手入れ大変だよな。絶対。庭を持つんだったらもっと狭い方がいい。これだけは言える。こんな広くなくていい。いらっしゃい、コーナー。はい、どうも。たまにはボートの旅なんてどうかしら？いいですよ。お付き合いしましょうか。私が漕ぐのね。結局。気まずいな、なんか。なんか話してくんねえのか？ここは落ち着くわ。ここでは何もかもが穏やかで。そうだね。気持ちは落ち着くな。それで収穫はありましたか？ああ、収穫？ハンクについて話すか。アンダーソン警部補との関係が障害となっています。依然として精神的問題を抱えていて、兵隊に関する判断を曇らせているようです。いや、でも何よりも捜査を優先しなさい。それほど重要なことなのですよ。決して誰にもあなたの邪魔をさせないように。コナー自身もね、障害を起こしてるでしょう。まあ僕が選んでる選択なんですけど。どうですか？戸惑い、かき乱されている。誠実、決意。誠実。何をすべきかは分かっています。ですが、そう単純なことではないんです。エデンクラブで変異体に銃を向けていたという。ああ、撃たなかったね。殺せなかった。なぜ撃たなかったのです？真実。わかりません。不審アマンダ。どんどん下がっていくけど。もしこのまま捜査に進展が見られないようなら、入れ替えることも考慮しなければ。入れ替えるって何？破壊するってこと？わかっています。何かよからぬことが起こったようですね。察知できんの？急ぎなさい。マーカスが、もう時間がありません。やったったと、結構なことを。これ放送局？そのコイン遊び見てるとイライラする。ごめんごめん。すみません、警部。コナーなんか好きらしいんだよ、コイン遊び。
放送局だやっぱ。どうも警部補。おい、なんだこの騒ぎは。ここで起きた事件を調べる。聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです。FBI まで乗り出してきましたよ。前代未聞の事件だろうな。占領されんのか、嫌な予感がしてたんだよ。状況は容疑者は4体のアンドロイド、ビールのことも把握していて、かなり計画的です。どうやって気づかれずに。なんかねえかな、報告を聞くぐらいしかない。ここまで来たのか、聞いとくか。屋上は見たか。まだだ。あー待って、サイモンどうなる。ちゃんと確認しておけよ。サイモンがまだいんのか。襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。うん、VO 疲れたと言っていました。ここで脅して気絶させて放送室に入った。局の職員が一人逃げ延びました。ショック状態で取り調べはまだ無理でしょうね。結局撃たなくてよかったよな、やっぱ。で、従業員の数は。職員2名と3体のアンドロイド。なんか調べられたりする？犯人は職員を人質に取っ。ないよね、なんも。ストラ、あ、待って。声明を生で放送した後。なんだこれ。見る。これに映ってる？あ、事件の様子が映っている。うん。そうだね。共犯者の可能性？待って待って。監視カメラの映像を確認。どうやって確認するんだろう。どっかで見れんの？あれ？確認の仕方がわからねえ。報告聞き終わって監視カメラの映像どこに記録されてんだろう。まっすぐ進んじゃった。ああ警部補、 FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補は。はい、どうも。 FBI さん、首突っ込んできてね。私はコナー。それって言うなよ。派遣されました。アンドロイドの捜査分とはな。事件現場にアンドロイドか。あんなことの後で。まあいい、我々が捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうも。いい一日よ。足元に気をつけろ。現場を荒らすなよ。こいつもなんか気分悪いな、さっきから。ムカつく野郎だ。ムカつく野郎ばっかりだよ。何かあったらいつでも声をかけてください。ありがとう。よし、再生する。あ、ちょっと待って、監視カメラの映像ってもう見れる。あ、見れるね。どっかにあんのか、はい、こっちは。これ何？あ、銃痕。弾痕か。銃痕じゃねえや。あ、再現してるわ。撃ってあれね、再生できんだね。監視カメラの映像どこだ。声明はここで撮影された。自分がやったことだからこれはわかるよな。これがサイモンの血。と、マーカスの血もあるか。マーカスは撃たれてない？変異体は撃たれた。あ、これサイモンのとこ行く感じだな。これも弾痕だね。うん、すげえ細かく再現できんのな。マーカス帽子。襲撃犯は変装していた。うん、そしてルーフアクセスと再生できるやつと、もう一個、これ監視カメラかな。これが監視カメラだ。あれ、まあこれで犯人が全部見られちゃうね。はい、変異体は
不法侵入をしていない。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう、カメラ見てなかったんだろ。なんだ、回す？アンドロイド。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。ああ、こいつに話聞くってことか。と思いますが、正直扱いに困って。キッチンのアンドロイドは尋問。屋上に行くか。あ、まあとりあえず、待って、これも調べよう。再生できるっぽいから再生してみていい？これは希望のメッセージであり、お、そして警告でもあります。マーカス、私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。あれが RA9 か。え、 RA9 がアンドロイドを解放。 RA9 がアンドロイドを解放。このアンドロイドの目的と一致します。手がかり分析。これも調べられんの？瞳孔反射、変異体に共反射がいた。見えちゃうんだね。ほっぺ、皮膚。え、マーカスとして登録。イライジャ・カムスキーからカール・マンフレッドへの贈呈品。うわ、これカールになんか尋問とか行かないといいけどな。青い光彩、これは拾ったやつだね。型番とシリアル番号は分かりました。うん。それ以外はどうだ。いえ、何も。え、話さないんだ。なぜ。で、次がなんだっけ、キッチンのアンドロイド尋問しに行こう。ここだよね。いたいた、これか。なんかいっぱいあるわ。デトロイトニュース、一旦これ読みまして。血の色は青。火星旅行ね。火星めっちゃ遠いらしいからな。地球から行くのに、なんか1ヶ月とか2ヶ月とかかかるみたいな噂は聞いたことある。だいぶ遠いらしい。よし。で、お話ししますかね。よう、尋問する。あんま尋問好きじゃないんだけどね。よし、自白させられるかな。反応を見て変異体を見つける。なるほど。機能は、私は放送オペレーターです。君の型番は JB300 型、シリアルナンバーは336445581です。うわ、わかんねえな。全部聞けんのかな。目撃者。変異体が侵入した時はここに。いえ、覚えていません。うわ、わかんねえ。一人に聞きすぎんのよくないか。覚えていない。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。はい。あ、なんか今チラって見てよ、こっち。おい、怪しいんじゃない今の。ねえ、怪しくないこいつ。もう一回メモリ。最近メモリに怪しい怪しい。いいえ、ありません。めっちゃ怪しくね。チラチラ見てるよ。こいつ見てないよね、だって見てないよな。お前か。おい、最近他のアンドロイドと接触はしなかったか。作業時に接触する駐在のアンドロイド。いや、絶対こいつっしょ。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。つまり変異体がいるということだ。左のやつ、
こいつどれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。え、こいつじゃねえのかな。え、でもこいつめっちゃこっち見てくるよこいつじゃん絶対一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。自白しなければ罪のない2体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。ほら、ほれ、白状しなさい。もう分かってるけどね、君でしょ、君だろ。取引、もし自白してくれるなら君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。左に集中して攻撃してるけど、え？マジで？嘘？もうこいつにしか思えないんだけど。え、こんなチラチラ見ないよな、アンドロイド普通の。いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。違うの？まだ続くんですか？え、この人に執着してていいよね？こいつしか怪しくねえぞ。だってこいつだ、ずーっとまっすぐ見てるし、この人もだってただただまっすぐ見てるだけ。俺こっち見るもんな。ハッタリ捕まえた変異体が白状したぞ。あ、赤くなった。嘘をついたって。来た、来たんじゃない？あ、来た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 。ほら、おーおー、いきなり、ちょ待って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 、そんないきなり来るの？え、なに、まずい、取られちゃった。おい、コナー大丈夫か？嘘だろ、シャットダウンまでの時間バツ。ハンク助けてくれ。おい、助けてくれ、まずい。おい、ハンク、なんかねえのか？なんもねえぞ、周りに。剣を引き抜く。あ、剣じゃねえ、これナイフ。よし。おい、コナー、こんなとこで終わりなわけないだろ。行け、壊れるわけにはいかない。1分やばい、急いで。嘘だ、コナー、ハンクと仲良くなってきたのにこんなとこで終わりでいいのか。もう少し、ほら、よし、あ、よかった。でも逃げたぞ、変異体が。捕まえないといけない、行こう。変異体だ、止めろ。こいつはやるしかねえ。何、ハンクが助かる可能性 40%。 攻撃、いえ、大丈夫かな。コナ、コナ、兵器が止めようとしたのに。大丈夫、遅すぎた。ああ、でもよかった、ハンクが撃たれなくて。世論は完全に敵対しちゃったな。サイモン、結局サイモンのとこには行かなかったね。行かなかったっていうか、先行けばよかったかな。どっちか選ぶ感じだよね。でもああ、ちょっとなんか肩の力が抜けない、ここ最近の展開ずーっと。しかも分岐多いし、信じられないぐらい多い。何個あんだこの分岐。変異体を追う？あれ？コナーとハンクは生き残った。 18% めちゃくちゃ低い可能性というかパーセントなんだけど、これ多分屋上調べる側の方が多いのかね。
まあ、とりあえずね、コナーとハンクどっちも生き残れたから、よかったかな。いやー、ちょっと、そろそろ、一旦休憩しますかね。一旦休憩するわ。休憩します。